とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、初見、ちょっと見たことないか。ちょっと待って、え、これ最近しなかった。いや、すごく見覚えのある場所なんですけど、え、気のせいか。いや、すごく最近ここを、おい、ちょっと待って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 、あっぶね、すごく見覚えがある。危ない危ない危ない、よし、オッケー。いや違う、なんかやったことあるぞ。しかも結構最近にさ。いや気のせい。まあまあ同じような、スタート場所はあるか。まあそうね。あのステージが、一番最初に設定されやすいのかもしれない。OK。でも敵の、あ、まあ敵の出方もね、まあ、似てるのかもしれないですね。あそこって、エンチャンター出るよね。で、2回終了。ああ、盗っといいけど、やめとけ。で、ここね、クリーパー出る？クリーパーは出るのかい？ちょっと待って。いらんな。クリーパーは、どうだ？いや、出ないな、これ。あ、クリーパー出ませんな。終わり。はい。問題はなし。全く問題なし。種取っとけ。おーっと、嫌なやつ。ちょい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 、ああーいるぞ。もういない。よし、もういないか。終わりか。いや違う、なんか最近やった時はもうちょっと敵がいたかもしれません。やっぱ違うな。さっき最近やった感じとはちょっと異なるかも。で5回、あ、ちょっと待って、レイスいる。ちょいちょいちょい、待って。いや、すっごい嫌な場所。待ち？待ち？嫌な場所だな、これ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。意外とむずいか。今シーズン意外とむずい？でも、もういないっしょ。終わり？はいはいはい。あー、なんかすっげえ強敵が出てきたんだけど、大丈夫だったね。いいか、雷の杖ちょっと気になるけど、やめとけ。おお、クリーパーいるよ。いるいるいる。危ない。結構なんかクリーパー来そうな気がするね。危ない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 。やっぱり来ると思ったよ。終わり？
いや、意外とまだいるぞ。どっか隠れてるね、一体ぐらい。いや、いない。あ、いた。はい。クリーパーがやっぱね、ちょっと隠れてきたりするんで、そこを注意しとかないとね。いや、ちょっと待って、いい装備がないよ。なんかいい装備ない？ちょっとね、装備がひ弱すぎて、ものすげえ戦いにくい。終わり？なんだこれ。ちょっと待って、持っていけ、トライデント。あ、ようやくか。いや、よくないな。むしろ愛のメダルとかアップドラフト持っていった方が。いや、でも雑魚倒せんならね、意味ないから。両刃斧でいきましょう。エンチャントよくねえな。なんだこれ。あ、リープリーフ。おいおいおい、よし。でもクリーパーいないね。せい、ナイス、いい感じ。倒した人何体か。あ、リープリーフいる。あぶねえ、あぶねえ、死にそうだった。あ、そりゃそうだわ、そりゃそうよ。だって防具弱いもん。防具クソみたいに弱いから、そりゃやられそうなる。まあまあ勇者取っとけ。いや待って、ユニークだったら勇者じゃない方がいいぞ。あ、パワーか。パワーシェイカー取ったが良くない？ここでさ。うん。武器防具とも80台なので、パワーシェイカーを強くして後々まで使う感じでいきましょう。うんうん、ボスなんかはそれが絶対いいよ。一体。ああ、お前か。あ、でもまあまあいいんじゃない？うん、ザコバーで出てきたときに、パワーシェイカーで一気に攻めれば、相当減らせる気がするぞ。オーケーオーケーオーケー、いい感じ。いいんじゃない？うん。終わり。パワーシェイカー、うん、正解だったかも。ハープーン変えようか。あ、エンチャント悪くねえな。いやいや、テンペスト若干使いにくい。ハープーンで、いや、でもエンチャントはほんと良くないね。ヒューズしとけ。1でいいや、とりあえず。勇者もね、いいやつついてないんすよね。オッケー、なるほど。もう火力がない、すでに。マジで。オッケーオッケーオッケー。いや、嫌な場所やね。待て待て、終わりじゃない？よしよしよし。武器欲しい。いや、でもパワーシェイカーいいよ。パワーシェイカー強い。うん、相当火力が上がってるんで。あ、ここも間違いないよ。ドラよ、ドラは絶対必要。あー、なるほどね。危ない危ない危ない、絶対危ない、絶対危ないぞ。
あぶねえ、あぶねえ。ここあぶねえぞ。よし、オッケー、オッケー、オッケー。どうだ。よし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 、オッケー、オッケー、オッケー。おお、なんか、やたら火ダメ多いな。地雷持っていったがよくない？うん、もうあの種じゃ倒せん。地雷で倒そう。うわっ、いやちょっと待って、嫌な場所。待て待て待て、ちょっと待て。あっぶねえ、あぶねえ、やられそう。よし、ちょっとピンチだった。よし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 、ちょっと待って、まずここを倒す。 OK。 うわ、結構つらいぞ。よっしゃ、ちょうだい。無理に出るな。意外と敵が多い。あ、ここ怖っ。よし、おお、ちょっと難しくなってきたかも。うん、注意していかないと。あー、欲しいかもな。ポーションバリアついて霊気もある。まあ、次の商人がユニークだったらありかな。やめとけ。ちょっと怖い、取るのが。オッケー。やべやべ。もう弓の火力がない。あぶねえ。めちゃくちゃ戦いにくい。こいつはちょっと戦いにくいぜ。危ねえ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 。危ねえ。だいぶ端まで追いやられたね。危なかった。ちょっと倒す場所、これ今のとこ考えていったがいいな。いやー、取ろうか。パワーシェイカーも強いし、入れてけ。うん、でエンチャントが、まあボスを見越して虚無だね。で火力重視でいきましょう。 OK。 ちょっと勇者じゃなくって火力系が欲しいな。あ、もったいね。あ、あ、あ、レイスがいっぱい出てくるところ。オッケーオッケーオッケー。あ、ここハープンいいよ。めちゃ落とせる。落としていこう。ナイスナイス、いいんじゃないですか。いいね。でも結構ぶっ飛ぶから戦いやすい。もういないかな。うん、多分もういないと思う。まだ出てた。ああ、まあまあ、ちょっと防御力がないから厳しいけど。いや違うな違うな。いや欲しいところよ、欲しいところだけど、アップドラフトだ、ここは。うん、アップドラフト。ちょっと一気に攻めちゃいましょうか。いや
しいか。オッケー。危ない危ない危ない、めちゃくちゃ危ないぞいやちょっと厳しい。オッケー、ナイス、いいの出てきたね。よし終わり。おお、まあ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 、でも若干難しい気がするけど、いいね、来た。エンチャント良くないけど、まあスケールでいきましょう。で、影凸があるね。影の断片まだ出てないけど、そのうち出る可能性があるんで、ここはちょっと入れずに待っとこう。うん、毒フォーカスと、激光もついてる。うん、まあまあ、火力も上がって、防御力も上がったんで、まあ、それだけで OK。ちょっと待って、トライデント投げたんだけど。わけわからんところに行ったね。あ、いや、もう、弓が弱い。弓弱い。あ、ミスった、危ね。OK。いいね。パワーシェイカーが強いとなんか安定感があるね。よし、もちろんまだ出てきますよね。あと1回。いや待て待て待て、弱い弱い弱い弱えよ。 OK、はいはい、17終了。矢が欲しい。いやいや、弓が欲しい。いや、そのままでいいかな。そのまま行きましょう。エンチャなんか入れ、あー、そっか。なんかちょっと武器入れていきますか。まあ入れるやつが別なかったけど。行くぞ。いやもう矢が弱すぎる、弓が弱すぎる。危ない危ない。あ、ちょっと待て、ちょっと待て、ここなんか見覚えあるぞ。ちょっと待て待て待て、あ、ここすっげえ見覚えある。 OK、 ちょっと待てよ。 OK、うん、あ、なんか、うん、ここで、はいはいはい、ネクロマンサーですっごい注意しなきゃいけん時があった。それだわ。あ、なるほどね。ネクロ3体出てきて、あ、ここ18回ちょっと厳しいぞ。なるほど。あったあった、ここ。やってた。うん。でも、ここぐらいじゃない？難しいのってさ。バジーネスト欲しいけども、いや、うん、パワーシェイカーもせっかくね強くなってるんで、どうしよう、スケールかな。うん、ソーブレードを最終的な装備にしようとは思わないのでいいでしょう。なんだ、邪悪なレースやめろよ。違う？オッケーオッケー。おい、ナイス。いや、うん、いい装備だったね、今回のは。いい装備だ。あ、コグ、コグで、テンポとこんな感じでいけ。なんかいい感じに装備が安定感出てきた。これならもう負けないかな。で、あんまり油断してると速攻でやられそう難しいところがなんか急に来るんだよな。
はいはい、オッケー、矢は嬉しい。オッケー、ナイス。あっち側なんかいる？いや、エンダーマイトぐらいか。終わり？あ、いや違う違う、いや、エンダーマイト、いや、まだ出るぞ、まだ出るぞ。え？なんだこれ。え、終わり？いや、なんか変な回だな。うん、なんか、うん、見覚えもあるし。あー、いや、いらん、いらん。うん、ソーブレードを新しくしていけ。で、雷、あ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 、ちょっと面白いかも。いや、いや、いや、いまいちだな、いまいちだな。あ、釣り座終わったんで、釣り座終わったんで、一応うん、強力なソーブレードには作り替えれる。でも釣り竿を最初からね、持っていかなきゃいけないのがちょっとやだな。コグが強すぎるわ。うん、ここはもうちょっとコグが強すぎます。 OK、 ちょっと危ないぞ、危ないぞ。ちょっと調子乗ってるとこれやべえな。よし、あ、なんで、嫌なやつだ、もう、もう、お前ら。まだか。こっち側いる。ああ、いたいた。はい、22回。ちょっと遊びすぎた。あ、変えよう。うん、変えましょう。爆発入れるか、入れとけ。爆発も入れて。オッケー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 。強打がいい感じ。あ、爆発もいい感じじゃん。ナイス。ちょっと待って、もうなんか耐久力なくない？耐久力ないよ。ちょっと耐久力がもう低め。はい、23回。ダメージもらいすぎるとちょっときつい。カトラスもいいけどね。あー、耐久力はあるけども火力がないんで。ほう、え、これラビジャーが出る、もしや。ちょっと待って、あ、いたー、あぶねえ。はい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 、なかなか、マジか、マジか、なかなか嫌な場所やぞ。いや、でもいける。もう、いけるわ。意外とむずいかもね、今シーズン。なんかちょくちょく難しい場所がありますよ。いらん。し、これ高速周回無理だね。せめて25分ぐらいと思ったけども、いや、ちょっとこれ25分は厳しそう。装備をちゃんとしていったとしても25分クリアちょっと難しいかな。うん、やっぱせめてね、それぐらいの速さでクリアはしたいですね。お、まだいるんかい。 OK、 行きましょう。
はい。あー、うち待て、上にブレイズいる。ブレイズがちょっと太いよ。おい、まだいる。意外と湧くね。そんなに湧かなくていいんだけど。はい、25回。おっと、最後ユニークだから。あ、これ怒り良くない？あ、違う、ユニークじゃねえわ、じゃないわ。ユニークじゃなかった、ごめん。影の断片なさそうなんで、スケイ、うーん、アップドラフトもいいな。ポーションバリアもなんかね、ちょっと今回若干怖いところがあるんで、いや、いいや、もう火力ご利用しでいこう。火力ゴリでいきます。なんかね、できれば耐久力も上げときたい気はするんすよ、今回。若干なんかね、難しい時がある。OK。まだ出るよ、まだ出るね。OK、OK。まあ、アップドラフトもね、さっき強くなったばっかりなんで。アブレイジー。まあ、下手な敵が出ない限り、楽勝でしょう。まだ湧くんかい。意外と湧く。よし、 OK。 はい、26終了。ここはまあいらないでしょう。いやー、なんか難しそうな場所来たぞ。ちょっと難しそうな場所が来ましたよ。ちょっと待って、火力なんか上げれない？爆発を3にするぐらいか。 OK。 おい、いや、ちょっとこれ耐久力ねえな。さっき、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って、スケール取っとくべき、べきだった。これやばい。よし、ここ危ねえな。やられそうだったよ。ちょっと難しいぞ。 OK。 いや、ここ集中砲火もらうとマジでやばい。オッケー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 。怖っ。すっごい怖い。はい、でもあとね、1回だけなんだよね。そこのために愛のメダル取るっていうのももったいないよね。でも次で武器出なかったら、クレイモア持っていけ、クレイモア。吸血に衝撃波と、まあボスのことも考えて火属性だね。で、まあまあ一応取っとけ、あのエンチャントは。もしかすると最後の最後に影の断片が来る可能性はゼロではない。おい、危ねえぞ。ラビジャいる？ラビジャいないか？オッケーオッケーオッケー。ナイス、いい感じに固まっててくれた。よし、危ないよ。よし、
終わり。はい、いらんかな、いらんねー、いや、いらんわこれは防具はあれだったね、よくなかった。違う防具をね、攻略の時は使っていきましょう。激光を入れていけ。で、火属性が入ってるんで、火炎フォーカスを入れてね。OK。で、次の回で入れれるエンチャントをちょっと入れてみましょう。何がクール？入れれんね。吸血入れれる？さあ、ボスはなんだ？一体か。おお、いって。おお、いって。勘弁してよ。ああ、パワーシェイカー、これ切れるわ。もう、ちょっと待って。テンポ入ってるよね。よし、オッケー。いや、そんなに攻めきらん。まあまあ、ちょっと火力がなかったか。でも次で倒せる確定。うんうん、オッケー。なるほどね、最後の最後は邪悪なレースでちょっと対策が必要っていうね。はい、おしまいです。あれ、なんか雑魚がいる。ああ、クリーパーいた。まさかのところにクリーパーが潜んでた。はい、何が出るか。全部ユニークじゃない。うん、よくないね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。